木の実さんでの歌を歌ってください。わー、どうもこんにちは、ラブソンガーのひがみさまです。お願いします。2人目のゲストに来ていただきました。この方です。紹介しましょう。振付演出家のダンサーゲッツさんです。よろしくお願いします。イエーイ、ラブラブかわいい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。人前で歌うことないですからね。そうですね。ワンツーワンツースリーフォー。これで自然だねといたずらに言われた後に風が吹いた。おお5時半の匂いであってさ、それは人によってちゃってさ、僕なら何かって言ったらカレーの匂いかな。おお自転車のギアを通すね、買いに得はない。裏腹に雲は流れくれる。愛を語りかけた恋も知らないくせに、きっと明日になれば答えが出せるから。ずっと手を振る僕を君はラララと歌い、ふっと髪をなびかせオレンジに溶けたね。いやでも男っぽくてめっちゃ良かったですこういう優があるんだなって思いました。僕も知らなかったです僕も知らなかった。僕の歌のことを普段歌はどうなんですか？いや全くないです。プライベートでも全然歌わないから、もうなんか上京して、友達とジャムプロジェクトでハマってて喉を枯らして帰るみたいなカラオケをやって以降はジャムプロカラオケ、そうです。全然もうなんか本当なんですか、打ち上げとかもあるじゃないですか、たまにカラオケ。僕行かないんですよ基本的に。あ、そうなんだ。喋りたいんでカラオケ行くと歌うじゃないですか。いや歌わなくてよくねみたいな。いやいや歌いましょうよ。